こんにちは、みおです。みおはあ今日の山の天気はいいと思います。働きら、はたらいます。洗濯物を洗濯します。今日はね、ブッシュ、市のブッシュを使って漢字を勉強しましょう。使う言葉もありますから、みなさんも、みなさんの日本語を上手になると思います。 じゃあ始めましょう。